皆さんお待たせしました。今回は DMGP2022 Day 2を振り返っていきます。大会概要については電話で話してるんでそっち見てください。それでは早速事前メタゲーム予想に入るんですが、今回のオリジナル珍しく俺クソ真面目に調整したんで、今日は思考を変えて当時の俺視点で話していきます。ってことで最初に俺が使ったデッキから紹介します。はい、ドン。水闇火の黒出没トースですね。まあ、完全に環境外デッキというか、まあ、当時誰も使ってないデッキタイプです。まあ、これはですね、友人の中華生が流動性雲陣と墓地ソースの相性がめちゃくちゃいいんじゃないかっていう仮説から原案が構築されて、実際使ってみたら環境に対しての通りが最高に良かったんで、みんなで調整して使ったってやつです。ちなみに当時俺らが予想してた環境がこんな感じ。まず圧倒的なティア1候補が穴からハンです。まあ、今デュエマやっててこのデッキの強さ知らない人はいないんじゃないかと思います。もうそれくらい過去のハンデスとは桁違いの性能差があるんですよ。アップルによる強力なメタだったり、デトダムによる安定感だったり、あとまあパーフェクト呪文による小回りの効きやすさね。そして挙句の果てにクライマックスジャオガによる安定したフィニッシュ力と、もう間違いなく環境トップだろうと。まあ、墓地ソース調節しなかったら多分俺はこのデッキを使ってたと思います。ちなみに墓地との有利不利についてなんですけど、まあ、当時キャディービートルが入ってなかったんで、これはまあ確実に墓地ソースが有利です。はい、そして次ゼロベン。まあ、4ターンから5ターン目に決まるループデッキのくせに闇文明主体だから秩序の石による速攻ケアも可能っていう、もう理不尽極まりないデッキです。これ当時どれぐらい理不尽だったかっていうと、既存の環境デッキだったらもうアナハン以外全て5分以上の勝率ありました。しかもアナハン対面も言うて4割ぐらい勝率あるんで、全然ワンチャンあります。で、墓地と視点このデッキとの勝率どうなんですかって話なんだけど、これについてはね、ちょっと一つ大きなエピソードがあります。まあ、これ先に結論から言っちゃうと、もともと墓地とが B よりでした。なのにコーチャーバツがなんかシバンリンネをティア1に置いた2週間後ぐらいかな、なんか急にシバンリンネメタに黒地方向入り出したんですよ。で、それのせいで急に勝てなくなっちゃったんですね。まあ、でも診断で出てきたアビスの影響もあるんかな。まあ、とにかく最悪のタイミングで墓地メタが流行り出した瞬間でした。まあ、ただこれに関してはね、コーチャーバツに圧かけるタイミング逃してる俺のプレミーですね。ちなみにそんなシバンリンネは、まあ、ティア1と言って差し支えない強さはあったんですけど、そこにたどり着いてる人が少なかったんですよ。まあ、要は扱うのが難しすぎてティア1並みの強さを有してることがバレてないだけです。まあ、だから俺らとしては少数精鋭で来るんじゃないかなっていう予想してました。ちなみに墓地ソースとの相性については、まあ、初見のみ B 有利で、お互いの連動が同じなら B 振りです。まあ、これなんで初見 B 有利かって言うと、まあ、バイデンとかもあるんですけど、やっぱハンマダンマっすね。まあ、結局向こう盤面並べては来るものの、全部 5000GT で焼かれちゃう範囲なんで、とっとと殴りたいと思うはずなんですよ。で、ジャオガゼロ出して突っ込んできたら、ハンマダンマ踏んだ瞬間ターン返ってくるんで、まあ、そっからぐちゃぐちゃにできるよって話です。まあ、あと向こうが安易に秩序の石マナに置いてくれると、こっちのタイプ R ぶっ刺さるんで、まあ、そういったところも加味して初見なら勝てるかなって感じでした。まあ、ちなみに俺らこのマッチアップやりすぎて、大会2日前になって秩序の石で封印されたタイプ R を復活させるためだけにパンドラロイヤルズを採用するか考えてたんですよ。まあ、でもさすがに母数少ないやろってのと、連動勝ちできるやろっていう読みで男の不採用にしました。だからまあゼロ面に関しては結果的にクローチェ入れずに GP 出た人も結構多くて、まあずっとあのクローチェ入りに当たるなと祈ってたんですけど、結果としては誰一人クローチェ入り弁には当たりませんでした。まあ、やっぱ日頃の行いって大事なんですね。さて続いて紹介するのが赤タンとアポロ。まあ、GP 恒例行事の速攻集団ですね。まあ、毎回必ず一定数いるデッキタイプですが、今回俺結構母数いる想定だったんですよ。なんでここはゼガヒでもメタりたいところでした。ちなみに墓地と視点対赤タンは5部から B 売り、対アポロはおやつです。で、次 4C ジャオモン。まあ、このデッキも環境的にかなり強いと思ってたんですけど、 5000GT がカツキング、タイプ R がジャオモンにそれぞれガンザサリするんで、まあ、墓地と的には爆笑対面です。で、最後が青魔道具。このデッキね、昔からいる割に環境トップには来ないんで、話題性にこと欠けるというか、なんかずっと影薄いんですよ。ただその割にやってること普通にやばいんですよ。最速4ターンガリミズなんてもうおかしいから。まあ、個人的には結構いるんじゃないかっていう読みはしてました。で、この青魔道具対面に関しては当時新世界役手段をデッキに入れてなかったから無理だと思ってたんですよ。なんですけど調整するうちに、あの超英雄タイムっていう神カードが発掘されまして、そっから状況が一変しました。まあ、最終的には B よりついてると思います。だけど当時コーチャーバズに上がってた動画でも、ティア2以上に上げられてるデッキに対してはほぼ有利取れてたんで、これもマジでワンチャンあるんじゃないかと自信満々で会場に行きました。その結果がこちら、ベスト64。微妙なんですね。まあ、ただアベレージベラボーに高かったっすね。5人シェアして3人予選上がりの個人スコア9勝2敗でした。まあ、3700規模でベスト64はま、十分でしょう。まあ、実力以上のスコアが出たなと思います。ってことで続いて上位入賞者のリストを見ていきましょう。はい、ドン。まず優勝者が上田明人選手の青魔道具。大型大会での青魔道具の優勝は超 CS3 についてなんと2回目となります。基本的に大型大会で優勝したデッキって制限されがちなんで、複数大会優勝するのは実はかなり珍しいです。ただ超 CS3 って確か3年前とかなんですけど、その時と比べてデッキの強度もプレイヤーの理解度も格段に上がってることから、今考えてみると、まあ割と妥当な結果だったのかなと思います。実際試合前に当ブログライターの上井さんが上田さんにインタビューしてたんですが、一般的に入ってないクローチの採用理由を聞いたところ、新世界の3回目を起動したい時に山札が足りない時があるんでといった回答がありました。多分新世界
回3回目なんか3年前には概念としてなかったんじゃないかなと思います。まあ、青魔もついにここまで来たかって感じですね。ただこの青魔道具、この後なぜかゼニスザークっていうアルティメート強化パーツが収録されたため、現在環境を蹂躙しております。このゼニスザーク聞いてる感じマジでやばくて、なんか新世界張らずに勝てるぐらい強いらしいです。果たしてそれは本当に青魔道具なのかと甚だ疑問に思うばかりです。まあ、でその結果、うちのスタッフからの報告によると、この冬を乗り切れる可能性は限りなくゼロに近いとのことです。まあ今のうちに遊んでおきましょう。で続いて準優勝者ピュー選手、こちらあんまり思い出したくないんですけど、昔 GP セカンドで俺がやっちまってんやった時の対面にいた方です。まあ、あれから大体6年ぐらい経つんですけど、現役バリバリ第一線で活動されてます。使用デッキは赤白ライオネル、なんと環境外デッキで準優勝です。まあ、JO 大化が消えたことで意識が外れたキャンベロやアルモモが環境に対してやっぱり強くてぶっ刺さったって感じです。まあ、これはもうあっぱれです。で次ベスト4ですね。一つ目がアナカラハンです。まあ、こちらに関しては予選突破者の数も最多なんで、概ね予想通りでしたね。まあ、想定外だった点としては、その他の入賞デッキタイプが多すぎです。あ、なんかベスト128の中に38種デッキあるらしいんですよ。もう何でも勝てるし何でも負けるみたいな環境でした。はい、でベスト4最後がゴシコントロール。ベスト4にドラサイ型を採用したサノル選手が、ベスト8にナウアネバー型を採用したシブハルカスタムデキン選手がそれぞれ入賞しています。ちなみに実はゴシ、事前メタゲーム予想の時点ではティア3止まりのデッキだったんですが、予選突破者の数がなんと2位と下馬評を大きく覆したデッキです。ただこの理由はとてもシンプルで、さっき見せたように GP って様々なデッキタイプが存在するんで、雑多なデッキに強い代表のゴシはもう適当に強いカードを入れるだけでも結構活躍しやすいんですよ。見てください、シブハルカスタムデキン選手のリスト、クライマックスジャオガにレッドギラゾーンですよ。もう好きなカード突っ込んだだけじゃねえかと。もうデッキからなんかオーラが出てるんですよ。エーペックスでスマーフ下打ちしてシブハルカスタムデキンになってそうな雰囲気がもう出ちゃってます。挙句の果てには声もでかいってことで、ベスト16勝った時俺と一緒に叫んでたんですが、声があまりにもでかすぎてメイン配信に音入り込んでいます。実際の音声がこちら。行っちゃいましたね。開けるなるとウェルキウスですかね。そうですね、結構。まあ、もしよかったら概要欄にリンク貼っとくんで、そのシーン見てみてください。あと、なんで彼、シブハルカスタムデキンって名前になってるかっていうと、一回あいつふざけて名前をシブハルカスタムデキンにした後、GP に向けて名義変更しようとしたら変更できなくなって、そのまま出場したっていうオチです。これ、名義を戻す方法が、配信卓に移って強制的に変更してもらうしかない上に、名前が名前だから、最上位帯に来るまで一生配信卓呼ばれなかったんですよ。で、最終的にベスト8に入って、ようやく呼ばれた結果が、あの配信です。おっと、これよしという、これはすごい。はい、というわけでいろいろまあ思い入れのある GP でしたが、今回の動画は以上となります。次回も楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。ペガちゃんもやばいでしょ。今のシーンね。はい。やばいな。3まで。ちょっと。はい。はい。終わり。こたつね。はい、なるほどね。だからビートジョッキーだから許す。確かに。はい。またまたじゃん。うわ、ここだった。うわえ、この打点は止まんないぞ、さすがに。完全に殺す気でいってます。まあ、とりあえず勝手に受け合いっていうからいきますか。うわ、これ、ジャオを戻せて難しくなってるな。いや、無事カツキング踏みたくねー。これ、ここのリスクだけ共有するか。ここのリスクだけ共有します。ここで。はい。これはもう行くか。これは無理だな。これは行くわ。これは行くわ。これは無理だ。え、え？あ、ちょっと強いやん。え、負けた。よっしゃ。ジャオもないじゃん。